あなたは雨がお好きですか？人は古代から水蒸気の塊に過ぎない雨というものに様々な意味を見出してきました。天から降り注ぎ大地を潤す恵みの雨、あるいは激しい雷とともに大地を打ちつける怒りの雨、またそれを人の涙に例え涙雨と呼ぶ悲しみの雨。さてこれから主人公に降りかかる雨はどんな意味を持つことになるのでしょうか。喜びか、怒りか、悲しみか、それとも、そろそろ降ってきそうですね。ちょっとね、仕事で近くまで来たから。でも部屋すっごい散らかってるし。でもいつものことじゃない。それに誰もいないんでしょ、今日のこと祝ってくれる人。あ、覚えててくれたんだ、誕生日。当たり前じゃない、私が忘れてどうすんの。お姉ちゃん、ねえ、あんたちゃんと戸締まりしてる？この間みたいに鍵開けっぱなしで寝たりとかしてないよね。あ、やば、すぐ閉める。ちょっとふみえあ、ねえ、なんか飲み物とか買ってく？あ、いらない、さっき買い物行ったばっか。そっか、うん、じゃああと5分ぐらいかな。うん、分かった。うん、じゃあ鍵ちゃんと閉めるんだよ。はい。いらっしゃいませ。あ、お姉ちゃん、これ見て。お姉ちゃん、お父さんもお母さんももう会えないの？そうだよ、これからは私たち二人だけ。これ、お母さんの形見。形見って何？ずっと大事に持っててってこと。分かった？大丈夫、お姉ちゃんがちゃんと守ってあげるから。だから隠し事はダメだよ、大事なことは何でもお姉ちゃんに話すの。分かった？誰ですか？っていうあなたは。あ、私はね。あ、お姉さんですか、あいつの。あ、それは失礼しました。あなたは。あ、俺セイジって言います。あいつのボーイフレンドっていうか、まあ恋人っていうか。恋人？フミエが。あれ、聞いてません？フミエさんから。はい。あ、じゃあびっくりしますよね。あ、どうぞ。あ、どうぞって俺んちじゃないですけど。
どうぞ座ってください。あの小宮山はどこか出かけてるんですか。なんかコンビニに行くって牛乳かなんかが切れたらしくて。あ、でもさっき電話で。すぐ戻りますから座っててください。それでは、雨の夜に若い女性ばかりを狙い殺害する通称レインキラー。先週も二十歳の女子大生が帰宅途中に背中を刃物で刺されて殺害されるという痛ましい事件が起きました。容疑者は未だに逮捕されておりません。またあいつに怒られちゃいますよ。うるさいんですよ。鍵はいつも閉めなさいって。あの子が。ええ、よかったらコートを。何か飲みますか。ああ、僕やります。座っててください。やっぱり私が。あ、大丈夫です。冷たいもんでもいいですか。なぜ雨の日に。いつも雨が降っていたんではないか。やっぱりお茶にしましょうか。はい、すいません。だんだん寒いの感じますね。よく似てますね。あいつと。美人姉妹ですか。あ、いや、そんな。大変だったんでしょ。はい。ご両親になくて。あの子、そんなことまで。一応付き合ってますから、いろいろと。なんかすいません、私何も聞いてなかったもんで。いや、そりゃ驚きますよ。いきなり知らない男が出てきたんですから。私なんかお邪魔でしたね。そんなことないですよ。あ、でも今日は二人っきりの方が。どうしてです。今日なんかあるんですか。だって今日では、ここでもう一度容疑者の特徴について見てみましょう。目撃者の証言によると、男は20歳から30歳くらい、身長は170センチ前後、犯行時に黒いハーフコートを着用し、頭からフードをかぶっていたということです。そしてこちらが目撃者の証言をもとにした容疑者の似顔絵です。犯人はこれから将来であるその人たちの人生を一瞬にしてまい、新たな犯行を繰り返そうとしています。一刻も早く捕まってほしいですね。そうですね。4人の犠牲者は皆細身で髪の長い女性ばかり。いずれのケースも雨の夜に突然背後から襲われ刃物で殺害されています。どうかしたんですか。今夜も雨が降っています。夜間の外出には十分にご注意ください。こちらどうぞ。あの子コンビニにしては遅いですよね。ダメですよ。
テレビでも言ってたじゃないですか、外は危険だって。あなたのように弱くて美しい女性は特に。でも踏み絵が、あ、ほら外は雨でしょ。犯人はね、雨が好きなんですよ。雨の夜に美しい女性を襲うのが。ちょうどさっき向こうと思ってたんですけど。あ、どうぞ座っててください、皆さん。皆さんも好きですか、リンゴ。え、そうですか、それはよかった。ここからの放送はライオン、トヨタとご覧のスポンサーの提供でお送りします。携帯忘れてたんですね。相変わらずそそっかしいな。だから座っててって言ったじゃないですか。どこへ行ったんでしょうか。どこに行ったの。見なさいよ。大きい声出すなよ、お姉さん。お願い、あの子に会わせて。あの子は私のたった一人の妹なの。私が守るって約束したの。ほんとそっくりだ。その声も怖がる顔も。今新たな情報が入りました。先ほど中沢町の路上で黒いコートの男が目撃された模様です。付近の住民が女性の叫び声を聞き駆けつけるところ、男は逃走。現場には大量の血痕と被害者のものと思われる赤い腕時計が残されていたということです。ついてないよね。雨さえ降ってなきゃ妹に会えたのに。でも大丈夫、もうすぐ会えるよ、文江ちゃんに。緊急ニュースです。つい先ほど連続殺人事件の容疑者が逮捕された模様です。こちら世田谷南警察署前です。容疑者の男は逃走現場からほど近い路上で捜索中の警察官に逮捕され、今こちらの世田谷南署に連行されてくる模様です。
お姉ちゃん。ふみえ、ごめん、やりすぎちゃった。どういうこと？ちょっと驚かそうと思って。全部嘘。ほら、私も全然平気だし。この人も犯人なんかじゃないんだよ。ほら、やっぱやりすぎだったじゃん。すいません。じゃあ、あなたは？あ、僕、小森誠二って言います。文江さんとお付き合いさせていただいてます。本当に？はい。それは本当。誠二ね、俳優目指してるの。結構迫力あったでしょ。じゃ、どうして秘密にしてたの？初めての彼だったから、なかなか言い出せなくて。でも今日お姉ちゃんが来るって言うから、いい機会かなと思って。普通に紹介しても面白くないって言って。話してたら盛り上がっちゃったんだよね。秘密になんかするわけないじゃん。だって約束したでしょ、お互い大事なことは何でも話すって。よかった。さっきニュースで赤い腕時計が落ちてたって言ってたから。それならちゃんとあるよ。めったにつけないの。ほら、私すぐ物なくすじゃん。あ、ケーキ買ってきてくれたんだ、ありがとう。紅茶俺入れるよ。あ、いい、私入れる。じゃあさ、お湯沸かしてもらっていい？え、お姉ちゃんが？あ、何言ってるんですか？姉なら今ここに。え？時計？赤いバンドの？お姉ちゃん、時計は？どうした？海江、誠に残念なんですが、お姉さんは先ほど警察病院で息を引き取られました。一人で生きていけるよね。こ
供じゃないもんね。ごめんね、守ってあげられなくて。最後に会えてよかった。ふみえ、幸せになるのよ。